博多安城を失踪するビートル2世コーロビートルは JR 九州高速船が運航している高速船である。運航船舶はボーイング929の旅客型ジェットフォイルである。全没翼型水中翼船と呼ばれるタイプの水中翼船で、半没翼型水中翼船より波浪による船体の揺れが少ないと言われている。 福岡県福岡市の博多港と大韓民国富山広域市の富山港を結ぶ航路と長崎県津島市の日高港,港と富山港を結ぶ航路で運航されている。博多富山は約3時間で1日2から3本。日高津富山は約1時間10分で1日1から2本。なお、JR 西日本宮島フェリーの宮島航路と違い、こちらは国際航路であり。 運賃形態が独立しているため、青春18切符では乗船できない。JR 九州初代社長の石井幸孝の肝入りで開始したプロジェクトだったが、営業努力にもかかわらず、就航当初は乗客数が伸び悩み、赤字路線だった。しかし、2004年のテレビドラマ、冬のそなたのヒットを機に、黒字路線へ成長した。九州最大の都市である福岡と、 韓国第二の人口を持つ大都市の富山を海上経由で高速連絡し、両都市間の既存航空路線に対する高い競争力を獲得して旅客機から輸送シェアを奪った上、輸送需要そのものを増やすことに成功した。クイーンビートル以外はいずれも川崎重工業、神戸造船所建造のジェットフォイル。全長27.4メートル、幅8.5メートル。 公開速力43ロット。2017年以降の定員は191名。ありがとうございます。